野雄二と言います。年の方が32歳で、仕事 の立ち位置としては、配送主任って形で車両の管理の方をさせていただいております。福沢千代彦です。年は44です。運転手やってます。自分だったり管理者の方がマンツーマンでドライバーさんの隣に乗らせていただいて仕事の流れだったり教えさせていただきまして、で、その期間は研修期間といたしまして、みっちり覚えていただいて、その後は一人で乗っていただいてっていう形で、新しいドライバーさんにはそういうような形でやっています。まあみんなで共有し合うわけじゃないですけど、ここがこうだったよねとかっていうのはみんなで言い合える。で、配車係の人にもここはこうだったとか結構愚痴を言えるしまあこの会社入って多分楽しいと思うんですよ、ね、やってる管理者という立場でやってるんですけれども、ドライバーの経験がやはりあるので、まあ、ドライバーがどうしたら働きやすいかとか、どうしたら楽かとかっていうのを考えながらでやらせていただいてます。トラック乗っても二十何年になりますけど、もう多分自分の中では正直生涯トラックドライバーっていうのは考えてますけど、まあちょっと正直どうなるか分かんないですが、まあできることならずっと乗り続けてはいたいですよ。まあとりあえずトラック好きな人はそうですね、うちにぜひ来てくれれば。はいはいじゃないっすよそこバシッと決めてくんないと。ぜひ待ってます。待ってます。ドライバー求人サイトの